こんにちは。今回は韓国ドラマ社内お見合いロマンスとコメディが織りなす爽やかな物語についてお話しします。2022年2月から SBS で放送された社内お見合いは、ロマンスコメディの魅力がたっぷり詰まった韓国ドラマです。このドラマは同名のウェブ小説とウェブ漫画を原作にしており、アンヒョソプとキムセジョンの初共演が話題となりました。ストーリーの概要、祖父の説得に抗うことができず見合いを受け入れることになったカンテム。一方、シンハリは友人の頼みで縁談を壊す役割を引き受けることに。しかしテムは自身の身分を隠して結婚相手に近づき、その結果として社内で起こる身分違いの恋愛が展開されます。ドラマの見どころ、アンヒョソプとキムセジョンの初共演ドラマの中で繰り広げられるキュートでロマンチックなシーンは、両者の初の共演によるもので視聴者を引き込む要素となっています。豪華なキャストとスタッフ、ドラマは豪華なキャストとスタッフで構成されており、そのクオリティの高さが期待感を高めています。予告編や特別出演者ティーザー、予告編や特別出演者も話題になり、期待を裏切らない魅力的な展開が期待されます。ロマンチックでコメディ的な展開、ロマンスとコメディが絶妙に織り交ぜられたストーリーは、視聴者に笑いと感動を提供してくれます。食文化の楽しみ、韓国料理や洋食など、ドラマを通じて様々な食文化も楽しめ、視聴者に新たな興味をもたらしています。結び、社内お見合いは恋愛と仕事、そして身分差を乗り越えるキャラクターたちの成長と絆を描いた心温まる作品です。魅力的なキャストと緻密なストーリーテリングが絶妙に組み合わさり、視聴者に楽しさと感動を届けることでしょう。興味を持った方はぜひこのドラマを視聴してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。